バジル・ウィリソン・デュークは南北戦争の時の南軍将軍である。この戦争の中で最も注目された働きは義兄邸であるジョン・ハント・モーガンの部隊で副指揮官だったことである。デュークは後にモーガンの最も有名な襲撃、1863年のモーガンの襲撃についてよく知られている証言を書くことになった。モーガンが北軍兵に撃たれた後は、 モーガン部隊の指揮を変わった。戦争が終わった時、デュークはリッチモンドから両カロライナ州を抜けて逃亡した後に、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスの護衛を務めた。デュークは南軍の経験についての歴史家と伝達者として、その影響力が続いた。歴史家としてのデュークは、フィルソンクラブ歴史協会設立に貢献し、 シャイローの戦い戦場跡保存を始めた。多くの本や雑誌記事を書いたが、最も注目されたものは、南部のロエー氏に寄せたものだった。デュークが死んだ時、南軍の士官では、数少ない高官の生き残りだった。歴史家のジェームズ・ウェラ・メイジはデュークについて、バジル・ W ・デューク将軍ほど、アメリカ連合国に貢献した、南部人はいないと語った。デュークは、ケンタッキー州。 スコット軍で1838年5月28日に生まれた。ナサニエル・ W ・デュークとその妻、メアリー・ピケット・キュリーの唯一の子供だった。デュークの身長は5フィート10インチであり、すらりとした体格でよく響く声をしていた。ある親戚の者が基本的に17世紀の騎士道と現実主義の間で避けた半分は、甲冑の世紀の男だったと表現していた。 デュークの母のメアリーはデュークが8歳の時に、父のナサニエルは11歳の時に死亡し、その解雇録での一例を除いて両親について語ることはほとんどなかった。デュークはジョージタウン大学とセンター大学で学び、その後歴シントンのトランシルバニア大学で法律を学んだ。1858年に卒業すると、 歴シントンにはすでに多くの弁護士がいたので、年上のいとこで名前も、同じバジル・デュークが開業していたミズーリ州、セントルイスに行って、法律実務を始めた。1861年に南北戦争が始まった時、デュークはまだ、ミズーリ州におり、ミズーリ州がアメリカ合衆国から脱退するための初めの襲撃に貢献した。1861年1月7日、デュークと その他4人の者が、セントルイスで最近あった選挙で選ばれたばかりの、北部より政治家たちに対抗して、脱退賛成派の組織、ミニット面を創設した。デュークはまだ23歳であったにもかかわらずすぐに、その指導者になった。デュークはここ中隊を立ち上げ、脱退派の運動のために、セントルイスの連邦武器庫を確保しようとした。目立つ場所に脱退派の旗を置くようにし、 北部寄りの部隊との戦いを目指した。ある時点でミニット面が使うために4門の大砲を獲得できたが、その後間もなく北軍兵に取られることになった。最後は放火と反逆罪で告発されることになった。デュークはジョン・ハント・モーガンの姉妹、ヘンリエッタ・ハント・モーガンと結婚するために、1861年4月にレキシントンに戻った。 二人は1861年6月19日に結婚した。デュークはミズーリ州に戻って南軍を助けるつもりだったが、ウィリアム・ J ・ハーディ順将の強要で、最後はケンタッキー州に戻った。1861年10月までに一兵卒として、義兄弟の猛岩隊に入隊するつもりだったが、少尉に選出されることになった。デュークは二度負傷した。 シャイローの戦いでは、一人の北軍兵の方に振り向いた時に、ブラウンベスマスケット銃で左肩を撃たれ、銃弾は右肩に抜けて、危うく、脊髄を痛めるところだった。この後で中佐に昇進し、数ヶ月後には大佐になった。1862年のモーガンによるクリスマス襲撃の時、ケンタッキー州エリザベスタウンのローリングフォーク川で12月29日に、 モーガン隊の残りが流れを渡った後の後衛を率いている時に砲弾の破片が直撃した。デュークの部下は当初、デュークが死んだものと思った。デュークはモーガン襲撃隊にとって起乗しての戦闘の重要な訓練者だった。モーガンの襲撃に参加し、1863年7月19日のバッフィントン島の戦いで捕まったが、それは、 アダムストーブパイプジョンソン大佐と共にオハイオ川を渡って他の南軍病を逃がすか、モーガンと共にさらにオハイオ州部各入らせるために遅延手術を行う部隊を率いている時のことだった。デュークは1864年8月3日まで捕虜となっており、その後捕虜交換で釈放された。デュークはモーガンやトマス・ハインズ等と共に オハイオ州刑務所から脱走もできたが、モーガンが容易にその弟の独房と入れ替わったのに、対し、デュークの入れ替わる独房はなかったので、脱走の機会を損なうと考えたために脱走隊に加わらなかった。モーガンが戦死した後、デュークは1864年9月15日に、その部隊指揮を引き継ぎ、順調に昇進した。ジェファーソン・デイビス大統領が、 リッチモンドを離れた時はこれに同行した。1865年5月2日、サウスカロライナ州アベビルのバート・スターク邸宅で行われた南軍最後の作戦会議にも出席した。デュークはジョージア州ワシントンで1865年5月10日、北軍士官に降伏した。デュークは一人の士官としてその部下の兵士たちに穏やかに命令するやり方をとり、これが 舞台兵との親しい関係を作ることになった。デュークは戦闘を愛し、戦闘の難しい局面でも格好としており、磨き上げられた士官と表現された。戦後、デュークは1868年3月にケンタッキー州ルイビルに移転し、余生の大半をそこで暮らした。その年後半に法律実務に復帰し、その主要な顧客はルイビル ナッシュビル鉄道となった。ルイビルナッシュビル鉄道は戦中にはモーガン襲撃隊のお気に入りの犠牲者だったが、デュークはその主要助言者でロビーイストとして使えた。1869年から1870年の短期間ケンタッキー衆議会議員を務め、ルイビルナッシュビル鉄道のためのロビーイストであることで利益に反すると考えた時に辞任した。 デュークはまた、1875年から1880年に、ケンタッキー州大後司法区検事も務めた。デュークは、南北戦争の歴史や、それに関連する話題について書くことに、大いに関わるようになった。1884年にルイビルのフィルソンクラブ、歴史教会設立に貢献し、初期の原稿の多くを書いた。1885年から1887年、 雑誌、南部の露影を編集した。1867年出版のモーガン家兵隊の歴史、1895年出版のケンタッキー銀行の歴史、1792年から1895年、及び1911年出版のバジルダブリュー・デューク将軍の回顧録と3冊の本を表した。南軍経験者の著名著作家として、 奴隷制を提唱するでもなく、またそれについて言い訳することもなかった。奴隷制を廃止するのは良いことだと考えたが、北部で言われていたように奴隷を過度に悪用していたというのは誇張だとみなした。デュークは1900年以降、公的な生活から身を引いた。1903年までにルイビルナッシュビル鉄道のための仕事も辞めた。1904年、 セオドアル・ウズベルト大統領とフィルソンクラブで紹介されたことを記念に大統領からシャイロー国立軍事公園のコミッショナーに指名された。1909年10月20日、50年間連れ添った妻のトミーが突然の心臓病で死んだ時は悲嘆に暮れた。その後はルイビルのチェロキーパークで娘のジュリアとその家族と共に暮らした。南軍の士官では 数少ない交換の生き残りだったので、1914年に白内障を患いそれから回復する間ですら、南軍に関する問題を抱えた人々からの要請を処理するために多くの時間を割いた。デュークはマサチューセッツ州にいる娘、マリー・キュリーを訪ねている間の1916年9月16日、ニューヨーク市で外科手術を受けた後に死んだ。 9月1日にその病院で右足を切断しており、さらに9月11日にその右足の膝から下を切断した。デュークは、歴史ンボぼちのハント家の区画、ジョンハントモーガンの前に埋葬されている。その永続する名声は、南軍軍事士の著作家としてのものだった。ありがとうございます。